今入ってなかった。はい、どうもご視聴一番ありがとうございます。宮城リオジチャンネルでございます。私たちはね、これがね、 JR の三江線の代替バスね、乗ってこの平日ダイヤの17時2分発上野行き乗ってね、この JR 旧 JR 加須駅から牛尾駅のそばの牛尾温泉大和荘に行きたいのですが、17時2分回ってまだ来ません。ちょっと遅れてますね、ちょっと遅れてますね。あの、今日はね、秘書ここにほら、秘書をここに乗せてね、秘書の高橋君とね、高橋君とね、あの俳優さんみたいな名前なんですけども、俳優さんとほど遠いけどちょっとあの秘書と一緒に行くんですが、今日はいや、マジでちょっと遅いぐらい、ちょっと予定より遅いでございます。ちょっとね、5分ずつ撮って、あの区間で撮ってみたいと思います。確かね、今ね、バスの運賃はね、あの JR 線のね、確かね 1.6 倍の運賃らしいので、確かね、ここから牛尾駅まで230円だったんで、 230×1.6 倍でしょ、 230×1.6 倍、はい、やりなさい、はや400円ぐらいか、約単純計算でします。あの、約400円、あ、230円、か、それぐらい。370円の場合、お風呂代が420円だけ、700円、790円、800円、1人800円か、痛いな。いや、だってお風呂代もう、ちのお風呂は貸すもんさ、灯油代買うんで、今リッター100円ぐらいするけどね、今灯油代リッター100円ぐらいするんで、灯油代俺が物心ついたらリッター35円だったんで、今まあ 100円貸すんだよ、リッター、配達料込みで。ちゅうことで、今日平日ダイヤだよね、多分。下手するとこの17時38分の坂谷行きがあるんだけど、坂谷行きで行くと、別方向行っちゃうんで、意味がなくなっちゃうんだけど、え、今日もしかして休日ダイヤ？なわけないやろ。17時2分の神の行きが、神のが、で、後ろに17時16分つかなあかんねんけどが、まだ来ません。どうした、なんで今日は休日だよか、まさかね。まさか今日は休日だや。おい、もうこれだけ5分の枠使っちゃうよ。これだけ5分の枠使っちゃうよ。マジかよ。ということで一旦切りまーす。はい。